何も入ってない。そっか、なんか動くんだよね。あ、それ。あ、まあ、でもなる。では、これから合宿が始まりますので、行ってきまーす。おはようございます。ということですね、いよいよジュニアセーフチャー隊の小学生の合宿がこれから始まろうとしておりますよ。はい、ジョー君は今日はスタッフとして参加してもらうんですけども、マイクありますんで。あ、本当だ。マイクがあるので。マイクもあります。ありますね。まあ、カラオケは今日はパイセンがいないのでしない。僕ボンチなんで歌えないんで。あ、そうなのね、はい、という感じでこんな感じです。はい、じゃあまあ頑張っていきましょう。はい、というわけで、やっともう着きましたので、これから作戦会議をしたいと思います。はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。長崎のところいますね。はい、でこれから、皆さんにこの地図を見てもらって、これとそこの歌なんですけど、行く場所を決めてもらいます。はい、で、今みんなが行くところはこの赤い場所ね。で、明日の出発する場所はこのところから出発します。はい、そっちの地図を見てくれ。ここね。で、どこに行くかを今からみんなに決めてもらうんだけども、どこに行くかっていうよりも何を取るかですよね、大事なの。ということで、何を取りたいですか。言ってて。はい。じゃあちょっと書いてもらう。はい。こういう生き物を彼らは取りたいそうです。これを踏まえてスケールで行く場所をこれから決めます。みんなが行きたい。揉めております。ということでやってまいりました。今日は、地図を見る練習ということで、はい、せいなちゃんがちゃんと地図を読んでくれたおかげでなんとかなりそうなんですけども、はい、男子たちが問題ですよね。なんかクッチーも真反対に行ってる。非常にまずい状況です、はい。明日ちょっとね、せいなちゃん先頭に頼みますよ。はい、頑張ります。はい、ということでそろそろ息が見えてくる感じ。はい、スズメバチの巣見えてきそうです。撮ってる、サノさんこれ撮ってるよ。撮ってます。君たちのね、男子勢のこの不甲斐ないところまでね、悪口を今ちょっと発表させていただきましたよ。言っちゃってるかも。おっ、いい池ですね。皮脂がいっぱい生えてますね。あ、兄ちゃんの。お、ヒントオールリボシが3匹ぐらいいます。オールブシヤンマンがいっぱいいる。早速いいんじゃないこれ。じゃあやりましょ う始めます。始めましょう。イエーイ。今回はもうカズマの案内でこの池に来た。カズマいる。今の時期カズマあってこそのこの半分ぐらいは俺が全部。今の時期ってお玉いますか。えいいんですか。え、本当にいいんですか。はい、ありがとうございます。飾るやり、すごい。これなんていう豆なんですか。私知らないんですけど、はい、埼玉の弟が春持ってきてくれた。小学生たちがのんきに全然網を振り逃がして、もうダメダメなのでジョー君が一匹取りましたと。取っちゃいました。ジョー君が散々譲ってあげたのに誰も取れないと。はい、まだまだですね。これはね、小学部許せません。許せません。お、銀取った。お、銀ヤンマ。なるほど、2人ともやるじゃないですか。素晴らしい。せいなちゃんちゃんと取りましたね。他の方が、他の方頼むよ。本当出ました。オールブシヤンマメス、シャキン、オス型メス。おー、かっこいいですね。オス型のメス、いいですね。これは神奈川県であんまり色が変わらないので。そうだね。そう、こっちの、まあ、我々三浦半島の人間としてはね、そう、あんまり見ない、ありがたみのある虫ですね。かっこいいね。素晴らしいですね。二人ともどうよ、取れてんのかい。いや、カモアミだからミスった。あ、そう。ソウ君素晴らしいじゃないか。クッチー負けてるじゃないか。おー、いいね、綺麗ですね。ソウ君が暗闇の中で撮ったこのヤンマはミルンヤンマ。いいね、ミルンだね、ミルン。素晴らしいじゃないか。さすが。ミルンと似てる。初日は地図を見る練習をしながらちょっとだけ
オールリボシヤンマを狙いました。じゃあ明日から頑張っていきましょう。取れませんでした。お疲れ様です。カズマは取れませんでした。すごいね、めっちゃ虫来てんね。君誰？おお。深山です。深山が飛んでまいりました。始まりました。せいなちゃんが今先頭、今日はリーダーです。そしてクッチが補佐という形になっております。クリーダーらしいです。前にはね何人かいますけど、大体の人はこの通り、他力本願で、ただついてくるだけ風な感じです。まあ頑張っていきましょう。ようやく町を抜けて山に入ろうというこの入り口でございます。はい、今日はせいなちゃんがリーダーで、はい、プッチが副リーダー、副リーダー、もしくは家来、家来ではないですということで、もう早くもなんかみんなダラッとしてますけども、気合を入れていきましょう。はい、はい、せいなちゃんがちょっと着替えをしております。皆さん、向こうにかぼちゃがあったよ。うん、かぼちゃあったよ。3つぐらいあった。ここはのんびにかぼちゃを探しております。え？3人、ちょっと疲れ気味です。頑張れという声援が上がっています。カメラ向けられた途端元気になりました。カメラの方じゃなくてこっちにしな。間違いない。頑張れリーダー、せいな、仲間たちを勇気づける発言。俺なら置いていっちゃうね、こんなの。そしてこの女子2人はあんま疲れてはなさそうです。のんきなだけ。そしてこの辺、お、クッチが後輩たちに寄り添います。ここでまた一つドラマが生まれております。皆さんは、早くもちょっとお疲れモードですけども、まあ、疲れてる人がいたりいなかったりしますが、疲れてない、まあね、まだまだ道のりは全然長いので頑張っていきましょう。日本酒美味しいですか？ん？日本酒美味しいですか？ゆうせいくんが疲れ果ててカマキリと会話を始めています。カマキリさんは何て言ってますか？ご飯が食べたい。カマキリさん、こんにちは。こんにちは。カノンザ自然博物館のカマキリです。なるほど。アニちゃんはもう疲れてはない。噛まれた、噛まれた。大丈夫、大丈夫。アニ大丈夫？噛まれた、その気持ちは痛かった。もっと口が構えております。逃げちゃったそうです。こんな時にカメラ向けられた時にカメラを意識しつつ、なおかつ鬼山をかっこよく動画映えするような動き方で撮れるっていうのがスター性というものですよ。はい、プチに求められてるのはスター性というもので、はい、これではまだアイドル活動は許され、うん、プロデューサーの佐野さんとしてはそう、うちのね観音崎自然博物館事務所ではね、まだ君をタレントとして売っていくには、ね、まだ早い。歩くの？ガロニヤンマが来ているそうです。はぁ、はい、ジョー君がだってみんな進まないじゃん、時間ないよ。合理的な判断でございました。カズマが取った、やられてる。カズマくん、いいですね。カズマすごいね。カズマの評価が爆上がり。アホか。勝利者インタビューです。あ、これ逃がす系。ではちょっと逃がす。鬼山を取った時の率直な感想をお聞かせください。え、いい。でかい。かわいいってだけ。それでは今後の展望について一言でお願いします。展望って何？すごいじゃないですか。かわいい。2匹目。うん、素晴らしい。ブー。サトシ少年も撮りました。こいつでかいじゃん結構。素晴らしい。てってりー。誰が撮ったの？え、俺。お、初めて鬼山撮った。いいですね。三角詞忘れた。三角詞忘れたんか。優しいところあるじゃないですか。今のはポイント、うん、マイナス1点。あ、うまいた、プラス1点。ビート、頼んどけ。タイジ君、頑張りました。素晴らしい。すごい。君の名前は今度から鬼山くんにしよう。クリエイトで売られている
鬼山。もう僕虫除けになっちゃう。肌立ってて。これはひどいですね。全部食い尽くされてる。ハゲ散らかしてる。落ちてくるやん。やだよ。敵に対しての怒り。うわー怒ってる。怒ってる。これは響きに対する怒りです。行きまーす。かわいい。なんか面白い。かわいい。やべやべ言う。みんなに行くよって言った方がいいのかな、うん、これ絶対全然抜け出せない、うん、そうだね、なるから、うん、みんな行くよ。リーダーせいなさんどうですか、はい、結構後方の方々がちょっとだけ遅い、うん、あ、なるほどね、確かに。もう言いたいことはいろいろある、ある。はい、もうちょい早く来ないと全部もらえないよって。そうだね、もうすごい長い道だから、うんうんうん、世間に対しては何か言いたいことありますか。世間に対しては、うん、森林を伐採しないでください。ありがとうございます。クッチーさんに何か言うことありますか、はい、副リーダーなのにもかかわらず。さっきまでは、うん、後ろの遅い人にめっちゃ文句言ってたのに、うん、トンボがいるとなると、うん、自分が遅くなるというところです、うん、なるほどね、ダメですよね、はい、この人、うん、アンリを来年、うんうん、副リーダーにしたら、うん、多分アンリがリーダーになった時に、うん、渚とか他の人たちを、うん、他の仲がいい男子とかを、うん、いろいろちゃんとなんかリーダーになるように、うん、副リーダーにしてくれそうだから、うん、やっぱり多分男女の関係が結構作れてる方が、うん、来年とかも再来年とかも結構ちゃんとリーダーとかがちゃんと決まってくるから、なるほど、その方がいいかもしれない。なるほど。だそうですよ、アンリさん。教育をしないといけない。セイナパイセンが将来のことを考えてくれてるよ。アンリちゃんの、アンリちゃんが最上級生になった時の将来を見越してここまで考えてくれてるよ。不安しかないですね。はい。ということで、セイナちゃんのお怒りにより、一時的にリーダーが響くんになりました。はい。これでセイナちゃんも虫取りができるようになります。リーダーというのはね、大変なんですよ。そうだね。それで私が貸すことに。優しいじゃないですか。優しいんです、私。あれ多分クッチが一瞬男気を見せたのはとっても良かった。そう、じゃあ俺やるよって、うん、そうだね、クッチそういうところね、君はかっこいいところがあるよ。ありがとうございます。ということで、響くんがリーダーとして走り始めましたが、果たしてうまくいくんでしょうか。まあ、それ見れるのかっていう。そっからね、反対に向きに見て逆走しそう。確かにね、まあ、それはそういうちょっとね、彼も少しね、いろいろみんなの立場を思い知った方がいいかもしれない。さあ、1個目の池がようやく見えてきたのかな。はい、オールリオールリオールリボシヤンマが目の前を飛んでいて、皆さん、殺気立っております。飛んでますね、池の真ん中付近を飛んでます。アンリちゃんが一人ヤブコギをしてヤブの中に入ってきました。さすがアンリちゃんです。アンリちゃんはどこに行ったんでしょうか。おー、ナギが取った、ニッキー。おー、ダブル。お、ナギちゃん取った。おお。いや、オスオス今回追いかけっこしてるやつを取ったってこと。うん、まあそんな感じだった。手が触れる。おお。いいなーって。素晴らしいですね。オールショペアだね。メス、オス、素晴らしい。なぎちゃんじゃない、アンリちゃんどこ行ったの。あ、いた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 。クラサンショウ出た。クラサンショウ出た。はい、ガマ。おー、あ、ガマ取り行ったんかい。あおお、立派なサンショウ、クロサンショウ。いたじゃん、黒山椒。黒山椒の妖精ですね。いおりくん、いいじゃないですか。素晴らしい。お昼を食べ終わったんですけども、6人は、上の池に行くということで、ジョーくんを引率に、しました。あ、帰ってきた。そして、この人たちがちょっと不安なので、お疲れ様です。あまりにも不安なメンバーが残ってるんで帰ってきちゃいました。お疲れ様です。じゃあこっちは三角詞探索組。探索組。
じゃあ明山リーダーを元に行ってきてください。行ってきます。素晴らしい菱の池です。え、なんかいる、なんかいる、なんかいる。今年も出たカッパ。菱池のカッパ、今年も出現しました。謎のメガネカッパ。メガネかけてます。今年はなんか網のようなものを持っております。カッパさん、菱、はい、痛くないの？菱痛くない。痛くないんだ。チクチクするとさっき言っておりましたが、イモリとかいる？アメンボがいっぱいいるよ。アメンボがいっぱいいる。あと待って、そこになんかいる、そこになんかいる。カッパが喋ってますよ。そう、めっちゃ止まりよ、ちょっとんど。こいつは？流星がいっぱい撮ってますね。おお、ガムシに黒ゲンにコガムシにヒメゲンにゴシマゲンゴロウに。大集合だね。ここら辺はいっぱい。そうだね。いいね。素晴らしいですね。先ほど、池で泳いで着替えてきたアンリちゃんです。で、アンリちゃんに網を渡して取ってもらいました。さすがアンリちゃんと言うべきでしょうか。こちらのタッパーをご覧ください。これがアンリちゃんが取った成果。じゃーん。丸型ゲンゴロウ、黒ゲンゴロウ、コシマゲンゴロウ、そしてエゾ。あれ、ね、いねんだけど、エゾコガムシ、これね、真ん中にね、という感じで、さすが採集は上手ですね。で、これも、うん、それは全部コガムシですね。お、ハズレ。やっぱりエゾコガムシっていうのは相当確率低いね。100匹取った中の2匹とかだよね。うん、マネッチだったそれは。じゃあ100匹取ったのかな。いや、でもそのぐらいいっぱいいるよね、普通のコガムシは。オー君、ちゃんと君は素晴らしい時にちゃんと結果を出してくる男だね。なんとでけえ、超でけえ、超でかいじゃん、マジで。おお、ナミゲンの幼虫取れました。おめでとうございます。ありがとうございます。でけえ、すごいね。大雨ですね。おしゃぶりです。もうおしゃぶりですね。状況でもう下です。曇って君たちの顔がよく見えませんね。びちょびちょです。もうびちょびちょです。参っちゃいますね。はい、はい、でも夜間調査はやろう。ひどい雨です。これはやばいです。雨はひどい。この雨は本当にひどい。見てないぞ。これを見てください。これをということで、寒いので我々は歩くことにしました。雨宿りなんかする場合じゃないということになります。雨止むね。これ止まなかった、ごめんなさい。というわけで我々は一旦宿舎に帰ろうと思います。はい、我々みんなびっちょびちょです。見てください、このびちょびちょ。そんな濡れてねえの。いや、あのね、見たら、見ても分かんないけど、めっちゃジュニア隊の合宿史上最もひどい雨と思ったけど、神津島の時もっとひどかったんですよ。神津島の方がひどかったね。え、あ、大したことないじゃん、こんな。あ、目になんか V が入ってきた。ということで。はい、ということで皆さん、こんなのヘでもないということで、行きましょう。はい、頑張って。やばい、山の上の方から霧が迫ってきてるぞ。もう帰れなくなるから、行くぞ。本当に死ぬから。全員合流した。よし、行くぞ。戻るぞ。だんだん帰ってまいりました。はい、我々も急いで山を降りてお風呂に向かいたいと思います。お風呂に。どうやって、まあクッチが一番最後で俺が最初にお風呂入る。なんで